アニャテイラー・ジョイはアメリカ合衆国生まれの女優、モデル、フロリダ州マイアミ出身、アルゼンチンとイギリス育ち、アメリカ合衆国フロリダ州マイアミで生まれた後、間もなくアルゼンチンに移り、6歳の時にイギリスのロンドンに渡る。当初はスペイン語が中心だったがイギリスに移って、以降、英語を話すようになる。国籍はアメリカ合衆国、イギリス、 アルゼンチンの三重国籍。父デニス・アレン・テイラーは、アルゼンチンのスコットランド系、イングランド系で、元国際銀行家のパワーボードレーサー。母ジェニファー・マリーナ・ジョイは、アフリカのザンビア生まれのスペイン系とイングランド系で、インテリアデザインや、写真の仕事をしていたが、現在は、心理師である。6人兄弟の末っ子、バレエなどを習った。14歳の時、女優になるため、 ロンドンからニューヨークへ移住する。ハイヒールになれるため歩いていた時、車で追いかけてきたサラ・ドゥーカスに、泊まってくれたら、後悔はしないよ、とスカウトされ、モデルの仕事を始める。2015年に、BBC で放映された、イギリスのファンタジードラマ、アトランティスに、数話し登場、米歌合作のテレビファンタジー映画、バイキングクエストにも出演。2015年に、 三段ンンス映画祭で初上映され、翌年初頭に全米公開されたロバート・エガース監督の米ホラー映画、ウィッチのトマシン役で高い評価を受ける。2017年にエムナイト・シャマランがメガホンを取ったサイコスリラー映画、スプリットのシー役で話題となる。2019年に続編となるミスター・ガラスで再び同役を演じた。 これらの作品の活躍により、絶叫クイーンと呼ばれるようになり、英国アカデミー賞、ライジングスター賞にノミネートされる。2018年は、世界最大規模のファッションの祭典である、メット柄に招待され、モデルとしても飛躍を遂げた。2020年には、主演を務めた X、メインシリーズのスピンオフ、ニューミュータントが公開。2021年には、主演を務めた、 クイーンズ・ギャンビットでの演技が評価され、第78回ゴールデングローブ賞のテレビの部、リミテッドシリーズ、テレビ映画部門で女優賞を受賞した。ありがとうございます。